はい、皆さんご一緒に。おはの、はのです。今日もフォートナイトをプレイしていきます。と、今日は最大の敵は〇〇です。これ多分25回ぐらいソロをやって、動画撮るために全然ビッグロイが撮れなくて、でもその中で一番良かったのを選んで持ってきました。なのでビクロイが取れてないですよね。だからで、これがまあ前で言うステルシーのところに降りて宝箱を見ていくシーンでございます。なんかね、そう、ここね、宝箱がいっぱいあるからね、一人で来るとね、見切れなくてめっちゃバタバタするんですよ。いつもこの辺の人がいっぱいいるときはこの辺に降りて宝箱見て釣り竿を持ってお魚釣るみたいな流れでやってますね。そう、いつもねショットガンに恵まれなくて、ショットガンないショットガンないって言ってるんですけど、この日は、この日じゃない、この時はあの託書の青が出てきて超ラッキーって感じですね。めっちゃいい武器出てくるじゃんと思って嬉しくなってます。一応魚釣りもしてみようと思います。レールガンはあってもなくてもいいかなっていう感じで、で金スカ出てくるんですよ。天才の引きです。ジャンパも拾って、でもジャンパもやっぱ使い道がわからない。お魚釣りが楽しいお年頃。あ、そういえば YouTube の登録者数が90人を超えたんですよ。ついに100人まであと少し。とりあえずの目標は100人かなって思ってたので、あとちょっと。皆様登録お待ちしております。そう、今ラマちゃんの声聞こえたんだけど、ラマちゃんの声いるか一生分かんなかったです。これ飛んでっちゃうし、めちゃめちゃこの辺ミニポ出てくるんですよね。で、これでジャンパで飛んで移動していきます。そう、全然ねあそこに降りると敵さんに合わなくて、もう全然戦闘はしてないですね。前半全部早送り、わーって飛ばして。そう、なんかねこっち側のねアンチになっちゃうとね、プレパはやっぱ激戦区だからプレパ通りたくなくて嫌だなーって思いながらこれ走ってるんですよね。でもまた敵さんに合わなくて、奥で撃ってる音がしてたけど、どうだろう、気にしてますね。撃つか？撃たない、フェイントかけられた。まあ私がやってるんですけど、なんかもう記憶になくて、なんかこの辺ねめちゃめちゃ戦闘の音がするんですよね。戦闘の音と UFO の音と、それで今流行りの、私の中でのね流行りのレバー所に変えます。敵さん見つけた。なんかね、そう、うまく当たんないんだよな。これで一人やりましたね。もう一人いたはずなんですよ。打ち合ってたからもう一人いたはずなのに、もう一人見当たらなくて、あれ？ってなりながら、とりあえずブッシュをクリアリングして、次のアンチに向かって走ります。そう、これね、アンチの手前ぐらいでね、めっちゃやってる音がするの。怖くて、とりあえず見に行くって。なんかね、多分ね、あのびっくりマークと戦ってるから、つまりまあそういうことここでねいい砂を見つけて、ちょっと奥の様子をね伺おうと思って。そしたら手前にね人が通り過ぎてた。今分かりましたかね、人の影が通り過ぎてて走ろうとするやんと思って、そしたらブッシュに入るんですよ敵も。で奥にまた人がいて、リーコン避けたんですけど、今あれ光ってたら私も餌食になってた。でやばいなと思ったら、めっちゃ建築積んでって、あ、上手い人だ、どうしようと思って見てますね。出るに出れない、アンチ移動ができないんですよこれ。
これでね、打てる時をね、探してるんですけど、みんな上手いから止まんないから、まあ、打てなくて。で、右側からも砂の音がして、他にもまだ人いるの？って思いながら見てます。決着もつかないみたいですね。あんだけ積んでたら、なんか、誰か崩してくんないのかなって思いながら。砂打ってる人はね、先にやりたいですよね。だって私、バレたら多分一発で抜かれちゃうもん。と思ったら、走ってる音がしますね。しゃがんで、そーっと近づきます。そーっとね、そーっと。見えました。いけ！いやー、いいですよ。ナイスエイムですよ、これは。で、奥の人たちもやり終わったかなって思って走ってたら見えたので、ちょっと削ります。やっぱすぐ壁立って登ってくるのは上手い人ですよね。これも階段入れられたので、攻撃ほとんど受けずに生き延びました。で、アンチ内に逃げてったので、後ろから撃って勝ちました。あからさまに強い人だったからちょっと焦っちゃった。でね、なんか回復しなきゃって気持ちが強すぎてね、魚食べて回復しちゃったんだけど、奥の物取りに行けばよかったなって反省してます。ここもね、歩いてたらね、ブッシュから音がするんです。これで何キルだ？ 4、 3キルかな？いやー、こっそり移動するのって大事だなって思いました。今回マジでこっそり移動して、こっそり撃つしかやってない。全然建築物建ててないんですよね、よく考えたら。で、 UFO がめちゃめちゃいるんですよ。撃とうかなと思ったけど、バレて攻撃されるのも嫌で。で、あと鶏がうるさかったんです、これ。うるさいし、音気持ち悪いし、もうって思いながら。でも撃ったらバレるから、とりあえず隠れる。もうね、25回とか連続で負けてるとね、何としてでも勝ちたくなるから、もうブッシュでいいから隠れよっていう気持ちになるんです。もうキル数とか正直ね、そんなにいらない。こっそりやって、みんな頑張れって応援して。あちこちで銃声しますね、多分ね。これみんなが戦ってる真ん中にね、入ってるから、あちこちで音がするんです。あちこち見なきゃいけない。普通こんなんバレますよね、ブッシュの中うるうるしてたら。人が走ってますね。近い、近くね？近いな。近いけど足音消えましたね。あれはブッシュの部屋なのかな？豆粒打ってる。別のところかも、弾飛んできてますね、これ。あ、前からか。やりました。いや、上手。ね、豆粒当たるのはすごいと思いますよ、スイッチで。上手になった。でもまだブッシュから出ない。これ多分さ、私やられたらめっちゃ怒るよなーって。超嫌じゃない？ブッシュからさ、突然人現れてさ、撃たれて。よくブッシュ剥ぎ取られなかったなと思ってます。で、まだ向こうに敵さんがいるのかな？すごい警戒して。多分ね、あれ動物やってるんだと思うんですよね。単発で音が鳴ってて、ドンドンって。でもバーが見えないからどうなんだろう。あ、やっぱ動物やってましたね。バー出てきました。イノシシが逃げ惑ってます。かわいそうに。でもイノシシがこっち来ると私にバレちゃうから、来ないでって思ってやってますね。無事にイノシシは来なかった。怖っ。
そんなもんドキドキしちゃいますね。それもそう。あ、また人が来た。ここね、ここが一番危なかったんです。死んだかと思いました。私はちゃんとうまく持ち替えができたから。よかった。なんか持ち替えしてる間に死んじゃう時があって、なんか私の持ち替えゆっくりだから、もうね、ずっとこういうご利用しに負け続けてて、建てても建てても建築物が建てなくて悲しくなるんです。だからいっぱいいっぱい建ててわーって後ろに逃げるしかなくて、でももう後ろがストームだからどうしようどうしようってなってます、これは。でその後壁建てようと思っても壁建たないし、あんってなりますねこれ。で思ってたよりすごい遠くにいたんですよ敵さん。これちょっと前に動かないとストームが来ちゃうので、ちょっと前に動きます。すごい堂々とねポーション飲んでたんですよね。あれもうちょっと当てたかったんですよ。焦っちゃってもうドキドキしちゃって、あとちょっとでビクロだと思ってますこの時。この間ここでね詰めちゃえばよかったんですよね。なんかでも向こうがアンチ街にいたから、押してれば多分来れないかなと思って撃とうと思って撃ってます。でもまあ上手いですよねこれ。やっぱこんだけ撃たれてちゃんと前に出てこれるの上手いなと思いながら、ああ当たらない。ミスりましたこれね。焦ってますね敵さん詰めてきて。やっぱ結構崩れるから、これですよ私の最大の敵。ここ最近の最大の敵はサブマです。サブマがねどうしても対応できなくて、でこれちょっと横に出るんですよ。これ多分私上手で階段の向きも変えたんだけど、もうだいぶ当たっちゃって、それどころじゃなくてちょっと回復します。お魚食べてポーション飲んで回復して前に出ていきます。そうこれねもうちょっとねサブマの威力で壁が壊れる予定で、壊れたら前詰めていこうと思ってました。はい、ということで2位でした。残念。はい、ということで今回のタイトルが最大の敵は〇〇ってなってたんですけど、結局最大の敵はストーム。ストームが一番強い。めちゃめちゃ削れるもん最後。でもここのここ最近の私の天敵は金のサブマ P90 がイナイティが一番強くて嫌です。私は連射欲が痛いんです。悲しい。ちょっとねそろそろ本当にねビクロイ取りたいですね。頑張りたい。ソロ上手になりたいです。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンぜひよろしくお願いします。これからもどんどんたくさん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。